皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、知ってると知らないとでは微差が大差になるというお話をしたいと思います。何かを知識を得るっていうのはすごくいいことですし、そのことを知って実行するっていうのもすごくいいことだと思うんですよね。で、まず第一弾としては、適切な行動をするための正しい知識を知っているか知らないかっていうことが一つ大きな、集客においてもそうだしビジネスにおいてもそうなんですけど、大きな差になるということがあります。私の場合ですね、ブログは、2011年だから10年か2010年からずっと書き続けてます。で、そのずっと書き続けることを決めたのは、インターネット集客の師匠、私のコンサルタントメンターの方がですね、ネット集客で、どういうことをやっていったらいいのかっていうことを教えてくださる方の話を聞いていて、コツコツやるしかないんだなっていうのが理解できて、しかも爆発的にっていうのは、お金を投入したり広告を打ったりすればできるんですけれども、地道なロングテール SEO と言いまして、恐竜の尻尾からなぞらえたそういうマーケティングの用語があるんですけれども、その地味にたくさんのキーワードとかで検索をされるっていうことで自分のサイトに来る人を増やすっていう手法があるんですけれども、それをやるためには、例えばブログ1個だったとしても記事数が多くないとできないんですよね。で、記事数が多くないとできないっていうことは、それを淡々とやるしかない。しかも、キーワードを意識した状態で記事を書いていくっていうことがどうしても必要になってきます。で、これが知ってるか知らないかの微差が大差になるっていうお話の一個なんですね。例えば私が、そんなものを知らなくって、やみくもに例えば1000記事作るといいよって誰かに言われたから、そうなんだと思って、全然やり方も何にも知らないでブログ、ただ単に例えば今日のお昼ご飯とかね、写真撮って、今日は 誰それさんとって言えないにしても、三軒茶屋のなんとかのパン屋さんでこんな美味しいパンを食べましたみたいな、そういうのを仮に書いたとするじゃないですか。たまにプライベートの報告でそういうのも私も記事は書きますけれどもね。だけれどもそれっていうのは探されない記事で、今日のお昼ご飯とか言ってもタイトルがそういうふうに見えてても誰も読みたいって基本思わない、もともと知ってるファン以外はです。だから外から人を引っ張っていきたいと思うのであれば、やはりその人が興味があるキーワードを入れ込んだ状態のサイトを作ったりとか記事を書く必要がどうしてもあったりします。で、その興味の範囲っていうのが多岐にわたるんですよね、すごく。例えば私のブログ、パンの方のブログでは、人気だった記事ですね、ブログは今も更新、パンの方は止めてますけれども、人気だった記事は米粉パンが膨らまないっていう記事が人気だったりしてます。あと長種法っていう製法ですね、パンの作り方の製法で、長種法の作り方みたいな、長種法のやり方ですか、そんな記事もすごい人気だったりとかしてました。あとそうですね、夏の過発酵失敗しないする失敗しないようにするためにはとか、そういう記事も人気だったりしているので、誰かが何かを探しているときに先回りした答えになるようなブログが書いてあれば、当然人は答えを探しに来ているので訪れる、訪問数が増えるということになります。だから私はその書き方を知って書いていたので、オープン当初の前8ヶ月かけて記事をすごく増やしていたんですね。例えばこれを何も知らない先生がただ単に記事を書いて集客できない集客できないってもしも言ってるとすれば、それはある意味そうだろうなっていうところになります。だから知ってるのと知らないのでは微差がとても大差になっていきます。
私はそれを知っていて、数も必要だよねっていうのが知っていて、全てそこに意識を向けた記事を最初からオープン前からずっと書いてました。なのである程度初期の頃にも順調に集客できたっていうスタートダッシュを切ることができたんですね。だから良質な情報をきちんと手に入れる、だから信頼できるところから成果が出た話をベースに自分の中に取り込めないかっていう、情報はきちんと精査して手に入れておく方がいいので、常にやはりアンテナですね、アンテナをやっぱりちゃんと張った状態でいろんな情報を手に入れることをしつつ、かつ手に入れただけだと情報ジプシーになってしまうので、それを実践ベースに落とし込んできちんと行動してみる、ここをすると成果が出やすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。それでは。